神戸市立布引きハーブ園は、兵庫県神戸市中央区にある植物園である。神戸布引きロープウェイ風の丘中間駅とハーブ園、山頂駅間に広がっている。料金は、香りの庭園内のみ有料、他は無料で利用可能。ラベンダー、カモミールを中心としたハーブの栽培を行っており、緩やかな坂を降りながら、もしくは登りながら、 神戸の前景とともに香りを楽しむことが可能。神戸エキゾティズムの協調を意図し、西洋の生活の中に定着している、ハーブ文化を神戸の地に根付かせる施設として、公園の一角に計画された。新幹線新神戸駅徒歩2分のところから、ロープウェイ、神戸夢風船に乗り10分で、山頂駅に到着する。そこから、風の丘駅までの谷合いに、 樹林に囲まれるようにして園路に沿って、布引きハーブ園が展開している。ハーブ見本園、ラベンダー園、野生花園、ブルーガーデン香りの芝生、滝のレストから構成されている園は、見たり香りを楽しむだけでなく、ハーブに触れることができるよう計画されており、開園当初142種のハーブが季節を彩る、草花と共に植栽され、北の偉人館外とセットとなった。 誰もが気軽に訪れることができる観光名所として、また神戸港を望める眺望の地として親しまれている。主にハーブの開花時期、適的時期に合わせたイベントが定期開催される。その他、季節に応じたイベントも定期的に開催される。ハーブを利用したものを作成する教室を随時開催している。個人受講可能な教室団体で、 受講可能な教室郵便番号650-0002神戸市中央区北野町一丁目4-3ありがとうございます。